こんにちは、シンデレラメンバーの鈴です。はい、どうもこんにちは、セカニチお金の道場、セカニチでございます。はい、ということで、はい、毎月セカニチさんと月の初めに、はい、今月どういうことをすればいいのかっていう動画を撮ってるんですけど、その5月編でございます。おー、5月編、はい、早いですね。5月になっちゃったんですけど、はい、じゃあもう早速聞いていきたいと思います。はい、どういうことすればいいですか。なるほど、はい、5月は2つ取り組んでください。はい、1つ目、焦りすぎるな。2つ目、落ちてしまうなら落ちた原因を知ろうという2点でございます。はい、1つ目の焦るなっていうのは、はい、まあもちろん人間成長のためには適度なストレスは必要なんですね、はい、なんですけど、就活生を見てるとストレスを抱え込みすぎて、私なんてもう価値がないんだとか、誰からも求められないなら意味ないんじゃないかみたいな、落ち込みすぎてしまうことってあると思うんですよ。今ちょうどその時期だもんね。すごく焦る気持ちも分かります。適度な焦りは大事だけれども、落ち込みすぎないことというふうに自分で言い聞かせてあげてください。はい、焦りすぎたりとか落ち込みすぎてしまうと自信がなくなっちゃうわけなんですよね。はい、自信がなくなるとどうなるかという、例えば話をします。例えば恋愛において、私はあなたのことが好きです、はい、幸せにできるかはちょっと自信ないんですけど、ほにょほにょ好き幸せにできるかは自信はありませんけど、どうよかったらどうですかね。いや、自信がある人もないですねっていう風に、はい、自信がないともう何やっても成功しないんですよ。面接かも取りたくなくなっちゃいます。そうなんですよ、その通り。だから採用する側とか、その告白される側の立場に立って、自分がどういう人だったら相手に魅力を感じて、うん、相手からどういうことを言われたら、ここ自分が心がグッとくるかっていう相手の目線に立つことがすごく大事。じゃあ2つ目、はい、2つ目、はい、2つ目は落ちてしまう原因を知ろうというところでございます。はい、まあ、周りの就活生とか見てどうですか。受けてる人の特徴で言うと、とにかく数受けてればいいみたいな感じで、やみくもに就活してる人が落ちちゃってるかなっていう。ああ、まあそうですよね。なんで僕ももう10年以上就活見てますけれども、やっぱり落ちてしまう人の特徴として、広く浅くなっちゃってる人は落ちますよ、それ。これもまた恋愛と同じですけれども、 A さんにも告白して、 B さんにも告白して、 C さんにも告白して、スズさんにも告白して、しかもこれが1ヶ月間の間に4人のうちの1人です。よかったらどうですかって言われて、どうですか、ごめんなさいというわけで、広く浅くは最終的なサッカーでいう最後の最後のシュートゴールの部分ではダメなんですよね。最初の段階で広く見た上で、広い世界を知った上で絞って君に決めたっていう流れなら素敵で美しいとは思うんですけれども、広く浅いままいろんな人に告白してます、浅いっていう状態、これは何がやってもダメです。自分で期間決めて、はい、今週までは広く見るけど来週からはもう絞っていくみたいな感じで。そうですね、はい、その通りです。だから自分が本当に行きたい企業で、自分が本当に時間をかけたい企業が見つかるように頑張る、はい、っていうのが正しい努力の仕方かなというふうに思っています。落ちてしまう人の対策方法としましては、主に原因はですね、志望動機にあることがすごくすごく多いです。というのも、あくまで新卒の学生って将来の伸びしろを見てるわけなんですよね、はい、将来性を見てるってことは、どういうモチベーションが内側にあって、どういう努力ができるか、努力ができるから将来伸びるだろうっていうことを見てるわけです。というので志望動機めちゃくちゃ大事なんですよね、はい、で志望動機よくあるのは、減点を恐れてしまって、抽象的でふわふわした内容だけでイエスを書いてしまって、はい、で抽象的な話だからよくわからないから落とすっていうケースがすごく多い。なので、具体性を上げないと志望動機は価値がありませんよ、はい、具体性というのはコピペができない志望動機でございます、はい、具体性を上げるためにはどうしたらいいですか。そうですよね、分かりやすいのはやっぱ社員さんから直接話を聞くっていうのが一番大事でございます。相手の仕事内容とか、どういうやりがいがあって、まあ、どういう苦労もあって、でどういう将来性があってってところを聞くというところが大事でございます。やりがいを感じた瞬間っていうのは聞いた方がいいと思ってます。それはどうやって志望動機に落とし込むんですか。社員訪問して社員 A さんがこういうふうに言ってましたと、この社員 A さんの喜びにすごく自分も共感して、あこの人のように自分も働いてみたいし、この喜びは自分のモチベーションともマッチしているので、はいはい、私は頑張ることができます、頑張れるから、だから私を採用すると御社にいいことがありますよっていうようなことを伝える。なるほど、はい、わかりました。以上が5月にやるべき2点でございました。1つ目が焦りすぎるな。で、不安になったらその不安が面接官にも伝わっちゃって落ちるから、はい、自信持って自信持ちましょう。受けろ、はい、で2つ目が落ちてしまう原因を知りましょう、はい、ということで、落ちてしまう原因は主に志望動機にあると思います、はい、その志望動機の具体性を挙げてください。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。今
今って第一志望落ちちゃったとか、それこそ全然前半うまいこといかなくてずっと落ち続けてるっていう、結構まあ落ち込んでる学生が多いんですよね、はい、だからどうやってメンタル回復させて自信つけて面接に挑めるようにしたらいいのか、メンタルの回復方法を教えていただきたいです。じゃあメンタルの回復方法なんですけども、はい、結論落ちても大丈夫ですっていうのも、相手も一人の人間です。でよくあるのは、例えば超大手企業の福田カンパニー、社員数1万人以上あって日本でも超有名な大企業だとします、はい、でその福田カンパニーからお祈りされると、その1万人全員から否定されてるような気持ち、うん、若干なりませんか、うん、面接官はあくまでもその1万人分の1でしかないし、その一人の人とたまたま会わなかっただけだと思ってください。で実際その中途採用っていう道もありますし、中途採用でまたその面接官 A さんってなって、また別の面接官 B さん C さんってなってくると、別に過去の記録とか残ってませんから、ゼロベースでまた見てくれるので、なんか落ちてもなんか自分もう終わったみたいなふうに思わない方が良いです。はい、私今2個行きたい企業あって、そこまだ落ちてないので、めっちゃ気持ちが落ち込んでるってわけじゃないんですけど、なるほど、本当に落ち込んだ時はその方法を試してみて、無理だったらまた教えてください。あ、了解しました。回復していけばいいのか了解しました、はい、ありがとうございます。ということで、5月の動き方とメンタル回復方法、今日坂西さんに聞いていきました。またね、5月も大変な時期だと思うんですけど、私も頑張るので、皆さんも一緒に頑張りましょう。また来月、みなりさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。来月までに就活終わってるといいな。とりあえず頑張ります。はい、せー